はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエスをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですが、昨日の動画で、予告していましたように、こちらドリームキャラバンのキャラバンメダルを使ってキャラバンボックス引いていきたいと思います。まあちょっと引いていくんですが、その前にちょっと更新が来ておりまして、ついに明日ですね、グランドオープン2023シーズンが開幕いたしますので、それに伴う、メンテナンスが入りますということで、明日の朝9時から、約6時間メンテナンス入りますので、ここでちょっと注意しとかなきゃいけないのが、この6時間プロスピがちょっとできないので、9時の前にスタミナを使っておくことをちょっとお勧めします。正直6時間だったらもう全部回復しちゃうんで、スタミナはなるべく、仕事とかあるとは思うんですけど、学校とか仕事、学校はないか、春休みか、なるべくメンテナンス入る前にスタミナを使っておいた方がいいと思いますので、無駄にならないので、まずはこれをやっておきましょう。それではドリームキャラバンなんですが、今回13周目、まあ12周とちょっと回りまして、まあキャラバンメダルが 13,220枚とっていう形ですね。まあ以前過去動画で2回ぐらいキャラバンボックス引いてるんですけど、だいたい16,000枚ぐらいキャラバンメダルを集めてる感じなんですけど、まあ今回はちょっとエナジーをあんまり使いたくないなってことで、13周ぐらいの、13,000ちょいっていう形です。まあ一旦これでどれだけスランク確率 30% 契約書が出てくれるのか、まあ、最近プロスピを始めた方はそこまで回りきれてはないと思うんですけど、このドリームキャラバンっていうのはまたある程度の日が経つとまたイベントとして来ますので、その時の参考までにしてみてください。ただ1万3000かけなくても運が良ければボコボコ出たりするんで、それはもう皆さん個人個人の日頃の行いだと思っております。私の日頃の行いどうだったかちょっと見ていきたいと思います。キャラバンボックスはね、もうこういう風に絶対10回引くように心がけてください。はい、 B ランク、まあ、魔法陣が来たら激アツ演出、こういうのこういうの中光れ、このね宝箱開いた時に中まで光ってたら一等確定なんで、まずはまあ A ランクも欲しいところ、グランドオープンの、時の契約書引く時は A ランクも重要ですので、 A ランクが出てくれるのもこのイベントがかなり神イベと呼ばれるゆえんかと思いますね。さあどんどん来い、おいおいおい、もう普通に3000枚いってるぞ。はい、ここ10、OK! で1等が出たらリセットすると。まあ人によっては1等2等どっちかが出た瞬間もリセットするっていう人がいるんですけど、私はもう1等出るまではちょっと引き続けるっていうようなスタンスをとってます。まあ、正直どっちの確率のがいいのかは分かんないんすよね。さあどんどん来い、どんどん来い、2枚は欲しいぞ。だいたい今まで1万6000枚で2枚ぐらいは引けてた感じだったんで、多分記憶だと2枚は欲しいところだが、まだ A ランクも1枚しか出てない。あれー、エナジーの出も悪いな、やばい、もう半分、おいおいおい、おい全然光らんぞ、光らんぞ、どうした。 B ランク、お、いやこん、全然こん。 A ランク、一等一等、やばいやばい、どんどんなくなってくる、やばい。 B ランク、 A
A じゃない。一等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 や。来た、ここ。あらくそ。B やし。ここ。おいいね。B やし。やばい、10回切った。おいおいおい。おいおいおい。やっぱあと6回や。はい、5、4、3、ここ、おい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 、2、ここ、よし、危なあ、危なあ、やっ、まあ、ここでこのラスト1回10連1回で出てくれたら神引き神動画になると思います。どうなる、ボケー。はい、ということで一旦13,200枚キャラバンメダル使ってきましたので、どれだけエナジーであったりとか契約書貯まったか見ていきたいと思います。まあ、一括受け取るとエナジー99エナジーか、まあまあまあ、あれ普段よりちょっと少なめかな。B ランク契約書が16枚、A ランク契約書が2枚、S ランク確率 30% 契約書が2枚というような内容ですね。まあ今まで通りかな。確率で言ったら正直もっと確率いい人はいると思うんですけど、ちょっとそこはあまり、何枚使ったらキャラバンメダル、何枚使ったら S ランク確率が1枚出るっていうのはあんまりないので、それまでにポロッと出るような感じではあるっていう感じですね。で今回この S ランク契約書とか他の契約書っていうのは明日のグランドオープンを迎えてから引こうと思っております。ですので、まあ、この動画が上がってメンテナンス入るまでは3時間ぐらいしかないので、もしこの動画を見て、まだ契約書引いてないっていう方は、もう絶対に引かないでください。最近プロスピ始めたっていう方でしたら契約書引きたいっていう人はいると思うんですけど、もうグランドオープンになるまで全部貯めておいてください。グランドオープンしてその日の、グランドオープンした時の動画を見てもらえれば、もう言ってた意味がわかると思いますので、絶対に引かないで貯めておいてください。はい、ということで本日はドリームキャラバンで6日間ぐらいで貯めたキャラバンメダル一気にキャラバンボックスで引いてみました。皆さん大体何枚ぐらいキャラバンメダル使って、キャラバンボックスから S ランク確率 30% 契約書何枚ぐらい出たでしょうか。ちょっとコメントください。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは明日のグランドオープンの動画でまた会いましょう。バイバイ。